ではですね、最後の3つ目になりますけど、最強無敵のシンプリオワードですね。これ最強無敵っていうのは私が頭につけました。本当にそう感じたんですね、今回。で4点あるんですけど、その4点順番にお話ししますけれども、まずね、見せちゃいましょうね。でこんな具合です。まず1つ目の得点、シンプリモアはね、もう単純にもっと上げますよっていうことだと思うんですけど、1つ目がですね、追加料金が不要の特別レストラン、4カ所ありますね。今先ほどのエンバーもそうですけど、アジア料理のレストランとイタリアンとフレン、ステーキハウスとね、4つあります。でこの4つのレストランがですね、追加料金が一切いらないんですけど、これ最初からそうなんですよ、創業当初から。だから私はもう当たり前になっちゃってるんですけど、通常乗られて、もし特別なレストランに行きますと、まあ、大体最低でも50ドルぐらい取られるのかなということで、ここはね、もしこれを対価としてどれぐらい匹敵するのかと、相当するのかというものを右に出してみました。で最後1つの得点で合計してね、どれぐらいの金額に相当するのか皆さんに見ていただきたいと思いますけど、まあ、大体これですとね、50ドルで1週間7泊で3回使ったとして、お二人で300ドル分にまずこの得点は相当するんじゃないかなと思っています。で2つ目がですね、 Wi-Fi 2回線無料という。で Wi-Fi もいろんなこうレベルがありましてね、いくら払うともここまで使えます、さらに追加するとここまで使えますということで、今使えますのはね、無料で使えるのはここまでです。 SNS、まあ、Facebook とか Instagram とか、あとはネット検索ですね、通常の。それからメール、まあ、大体これだけあればいいんじゃないですかというのが2回線入ってます。2回線というところがミソでして、ね、これなんですよ、お二人が船内でやり取りができると、まあ、こんな感じで、大体船の中でね、ここはうろうろしてますと、旦那さんね、まあ、ご夫婦で来られた方のご主人とすれ違うと、いやうちのかみさん見なかったいやずっと探してる中でいないんだよなっていう、いつも悩んでるご主人は奥さん探してます船の中でいやさっきあそこで見ましたよなんて、ああじゃあ行ってみるわなんて、ね、そういうことがなくなりますよね、これでね。LINE を使うことができるので、まあ、LINE でもメールでも使うことができるので、奥さんを探さなくてもよくなります、ね、でこれはですね、ダイヤモンドプリンセスですと、この内容 のネットいくらするかといいますと25ドルなんです。でこれが7泊で2人分ですと350ドル分に、もしダイヤモンドプリンセスで同じものを使うとこれだけ買いますよということですね。で3つ目です、寄港地ツアーの専用に使えるオンボードクレジット、これはですね、泊数によって違うんですけど、9泊までですと200ドルお一人様、10泊以上ですと300ドルつきは、つきます。どういう使い方かといいますと、例えばね、英会クルーズ、来年9月26日ね、ここ行きますから、こういうとこばっかり行きますからね、ぜひ楽しみに、まだご予約されてない方、一緒に9月の26日行きましょう。英会で例えばね、ロードス島のリンゴス遺跡行く場合、お一人様150ドルだとします。そしてもう一本、サントリーとイワ、まさにこれがイワですけどね、130ドル。で、2つのコースで1人280ドルだったとします。で、この場合、この特典を使うことによって、もし900以内の頃でしたら200ドル引きますので、80ドル、差額のね、飛び出した分の80ドルだけ払えばいいと。で、もし900以上の、10泊以上か、で10泊以上のコースでこの、ツアーを選んだ場合には、300ドルありますから、まだ20ドル余ってるということです。この余った20ドルをもらうことはできないんですけどね、あくまでも飛び出た分だけ払ってくださいねという、そういう使い方です。ですので、今年もそれから来年も、私はね、一応この港ではこのツアーを使いますということで、皆さんにもこれをちゃんと消費していただくような形でご案内をするようにしています。まあ、一番行きづらい、本当は行きたいんだけど、ちょっと遠いなとかね、そういう時にうまく使うようにしています。でここでちょっとね、テンダーボートの落とし穴、これ急いでお話ししますね。これ隠れ特典です。今回よもう本当に痛感したんです。これサントリー島、まあ、先ほどのサントリー島なんですけど、接岸できない時はですね、港はこういう小舟で行ったり来たりします。テンダーボートというね、船で行ったり来たりしますけども、でこれ、まあ、こんなちっちゃい港ですからね、他の船もこれついてますけど、ここで感じたことです。私はね、いつもこの港の本当に船に乗ればもう帰れるっていうところで、ちょっと一杯ビール飲んだりするんですよ。こんなところでね、これ漁師さんだと思うんですけど、ここでずっとビール飲みながら見てたんですよ。たまたま隣にね、
泊まってたテンダーボートが V から始まる船会社の、まあ、テンダーボートの基地があったんですね、ベースがあったんですね。でその時に、あ、来たなと、なかなか出発しないんですよ。で30分ぐらい待ってましたね、出発しなかったです。で最後にはほぼいっぱいになったんです。でもしかしたらいっぱいになるまで出さないルールなのかななんて思ったんですが、そうこうしてる時に横にオーシャニアクルーズが来るんですね、テンダーボートが来るんですけど、だいたい10分ごとに来て、お客さんがもう5人だろうと10人だろうと出ちゃうんです。だからまずそのテンダーボートで待たされるというストレスはないなと思いました。なのでね、よく皆さん工程表を見ますとね、ここはテンダーボートっていう怒りのマークなんかついてますよね。でそれがいっぱいあればあるほど、そこでの待ち時間は船会社によって全然違うなっていうのを痛感しまして、オーシャニアクルーズの場合はですね、本当にあ、もう出てくれるんだっていう感じをずっと。で今回17泊したんですけど、ね、5箇所でテンダーボート使いましたけど、全てそんな感じでした。私一人だった時ありますね、戻りの時で。本当申し訳ないな、もうちょっと待ってもいいよなんていう気持ちになるくらいな、まあ、乗ってみて初めて気がつくプライスレスな特典ということで、皆さんにもご紹介していきます。こういうのもっと主張してもいいのにならなんて思ったりもしましたけど、ではシンプリーモアの、ね、最後4つ目になりますけど、レストランでの飲み放題、まあ、これね、お酒飲まない方にとっては、まあ、別にどうでもいいよと思われるかもしれないんですけども、ね、飲まれる方にとってはですね、とても希少な情報をこれから差し上げます。ここに営業時間内にっていうところに矢印がついているところはちょっと注目してくださいね。ちなみにこれはですね、もともとあったんです、このサービスを教えに来るとね、ワイン、スパークリングワイン、ビールが飲み放題っていうのが40ドルの特典でした。40ドルの優勝で払うサービスでした。これが7泊で2人ですと560ドル分のね、あの辺りに匹敵するものになるんですけど、こんな形でグラスでの提供になります。種類はすごく多いです、ワインもビールもスパークリングワインも。でそこから選べるんですけどね、ですね、この矢印の意味は何かと言いますと、レストランで、レストランの営業時間内という正し書きがついてるんですね。じゃあ一体レストランいつオープンしてるんだっていうのがこれなんですね。現実的としてはどうかと言いますと、先ほどの図ですけどね、レストラン最初にオープンのは6時です。そこからスタートしますからね、6時からで、ずっとこっちが閉まってこっちが開いてなんて、ジグザグジグザグ利用しますと、結局4時まではどこかしらで飲める。そしてね、ここに2時間だけ、どこも開いてない時間があるんです。ただ6時からまたレストランが全部開きますから、また飲むことができるということで、この2時間だけ我慢すればいつでもビール、ワイン、スパークリングワインが飲めるということなんです。それが特典に入っているので、あの飲めない方はね、これをきっかけに飲むようにしてあげてください。でさらにここにね、ちょっと下の方で見づらいかもしれませんけど、レストランの営業時間内であればルームサービスで頼むこともできるんです。でわざわざね、着替えたりしなくて飛行機に行って帰ってきてちょっと昼寝しようか、でもその前に一杯飲みたいなっていう時に、じゃあチーズの盛り合わせと、あの白ワインの冷えたのを持ってきてくれということで、部屋で飲んでそのまま薬というようなこともできます、この時間帯以外であれば。ということで、これもねすごいなと思いますよね。で、まあ、今の4つ全部合わせますと、この黄色いとこですね、いくらに相当するのか合わせますと、1410ドル相当、まあ、大体21万円ぐらいなんで、お一人様10万円分ぐらいは、もしこの特典がない船に乗るともれなく同じものを求めればかかってくるということになりますね。で1人10万ですが、結構大きい。本当に最近結構取りますよね。だからあのよく言われるのはね、お客さんに言われるのは、この船一体どこでお金使えるんだって言われますよね。まあ、お店もあることはありますけどね、あの本当にお金を使わせてくれない船だなっていうのを実感しました。まあ、唯一ね、この船内チップっていうのが有料で残ってますけど、これは泊数によって違うんですけど、泊数と部屋のカテゴリーによって違うんです。通常 A カテゴリーまでが、ベランダ付きの A カテゴリーまでが18ドル、まあ、1週間ですと126ドルです。それからペンタースですとね、23ドルちょっと高くなりまして、1週間で161ドル、これがお一人様のもの。これだけはね、あの今でも、皆さんからいただいてますけど、これ以外ないんじゃないかなという感じですよね。またね、後半であの中谷さんからご説明してもらいますけれど、
来年のコースね、一部のコースはさらにオンボードクレジットがつきますので、何も使うものはないじゃないかと思う、自分で言いましたけど、これに使うことができますのでね、これすら、若干減らすことができるという特典になってますね、来年のコースにつきました。日本実は乗船のコースですね。でね、ちょっとこんなものを用意しております。これ今日はですね、この撮った動画を今あそこで撮ってるんですけど、また皆さんにお見せできるようにしたいと思ってますけど、その時にこのリストをダウンロードできるようにしておきますので、これをね全部チェックすると何が含まれてる、何が含まれてないの、大体網羅してますので、乗ってからね、なんだこれも別だったのかっていうね、そういう失敗がないんじゃないかと思っております。24項目ですね。2025年はこの4コースに乗船予定でおります。動画の途中ではありますが、ここで私から皆様へご案内がございます。2025年もビスタ、リビエラ、マリーナなど、私がオーシャニアクルーズの乗船スタッフを務めさせていただく航路が4コースございます。航路1、休暇が取りにくい方へ、ゴールデンウィークのイベリア半島周遊航路。航路2、都会生活のデトックスに、初夏のアラスカ、海洋動物と氷河。航路3、ハネムーンにも最適、エーゲ海の島々いいとこ取り。航路4、イタリアからギリシャ、トルコへ、秋の西地中海決定版。船旅が未経験の方でも安心してご参加いただける4つのポイント。フライトを合わせていただければ、日本出発から同行いたします。各寄港地ではオリジナルツアーでご案内。船内のイベント情報は前夜のうちに和訳版をお届け。当船会社に400泊以上の乗船経験を持つ私が、船内ライフの裏技をアドバイス。皆様の船旅を大いに盛り上げてまいります。さらに4つの特典付き。ビール、ワイン、スパークリングワインの飲み放題。Wi-Fi 2回線無料。寄港地ツアーで使えるクレジットをプレゼント。追加料金不要な4つのグルメレストラン。限りなく添乗員付きツアーに近いのに、個人旅行なので驚きの価格です。4コールの詳細につきましては概要欄のリンクをご参照ください。皆様と洋上でお会いできますことを楽しみにしております。YouTube でね、これ YouTube の画面をそのままコピーしてきたんですけど、航路全体の説明ですとかね、キャンセル料とかいろんなことについてざっと15、6分で話をしておりますので、また航路ここではどんなことをするのか、どんな見どころがあるのかっていうようなことにつきましてはね、また動画を見ていただきたいと思います。だいたい時間に3時ちょうどぐらいになりましたので、本日本当にありがとうございました。あまり役に立つ話かどうか分かりませんけれども、18年間の私の思いでもってね、オーシャニアクルーズの親方にはもう 200% の満足をお約束いたしますので、ぜひ次回は船上でお会いしたいと思います。で、船上の共通言語は英語ではなくて笑顔ですからね、英語できない方は大歓迎ですから、ね、どうもありがとうございました。